はい、まあもう夕方のね5時半前になります。で、まあ今日は、お袖だったんでね、誰もいないんですけど、寒くなりました。今何度ぐらいかな、もう今ね、車の中にね、パーカーとか置いてなかったんで、たまたまね、要はこれ、ダウンのね薄い、ライトダウンっていうのかな、のけてたんでね、まあ、これもちょっと寒いんですけど、でも工事はねもう何だろう4時半ぐらいになんかショベルカーが移動したからもう終わったんだと思うんですけど、ただねもう、もう日没なってるかな。はい、どんどんね寒さも厳しくなってきてます。はい、でね、というわけでまあ M2 をちょっと飛ばそうかなと。もうちょっとどうだろう、こっち向いて飛ばしてもちょっと見にくいと思うからこっち向いて飛ばすか。ちょっとね、やっぱり今日風が強いんですよ。多分こう音が入ってるんで、声がどのくらい入ってるかわかんないんですけど、とにかく寒い。風も、何メーターだろう。さっき5、6メーターを吹いてたからね。で、ちょっと M2 で、K110 が、やっぱりパワーがね、もう落ちてて、まあ、取らずに何回か飛ばしたんですけど、やっぱりね背面で浮かなくてもう何回も落ちちゃってね、マスト、カーボンマストがねもうささくれっていうかになりました。で、まあ、一応、予備のねカーボンマストを買ってたんでね、まあ後から修理しますけど、でなんか6軸に久々に使ったんですけどね、なんか6軸に入れるとねもうね左にね、傾いていっちゃうんで、なんだろうね、キャリーブしても直らない。うん、あ、寒い。今ノーマルです。あ、やっぱ寒いな。あ、ちょっと指の感覚もあれだな。でやっぱし機体も、50メーター以上離ったらちょっと黒くなるかな。でやっぱしね、風上からはねストールターンすると押されるんでね、風下からは